えー、こんにちは、えー。インタラクティブメディア学科教員の野口です。えー、今日はですね、Watch Me っていうアートプロジェクトについてと、あと、隠れた次元っていう本について、まあ、その関連として話してみたいと思います。えー、今、Zoom で録画してます。えー、まず、この Watch Me っていうプロジェクトを行おうと思ったきっかけなんですけども、 あの自分がニューヨークに留学していた時、えー、2001年から2004年ぐらいだったんですけどもその時の体験がきっかけでしたえまず日本での生活が長かったんで例えばあのニューヨークの公園で隣のベンチに座った知らない人同士があの普通に会話してたりとかあの地下鉄の中で56人の友達同士で歌を歌ってたりってまあこれかなり 大音量で歌ってたんですけども、あのそういう光景に出会ったりしてですね。まあ、公共空間での人々の振る舞いっていうのが、あの自分が東京とか生活圏で日々体験してたものとはかなり大きくかけ離れてたんですね。まあ、それにあのすごくカルチャーショックを受けました。あの、例えばあの東京だとあの電車に乗った時には、あの静かに黙ってスマホを見てる人が多いと思います。 あと知らない人に話しかけるってこともあまりないと思います。これはまあもちろんあの年齢が上がっていくにつれて話しかけてくる人は増えてくるとは思うんですけどもあのいいとか悪いとかじゃなくてですねあの文化によって公共空間での人の振る舞いっていうのは大きく変わるっていうことを目の当たりにしたんであのその振る舞いっていうのがまあどのようにして形成されてるかとか あとどういった価値観によって規定されてるのかっていうのが気になるようになりました。で文化人類学ってまああの分野の学問に興味を持つようになったのもその頃からなんですよね。で、えー、2008年頃からはですねあの文化人類学者と一緒に共同研究を始めたってこともあって。 えー、アフリカのケニアに行く機会がありました。これ、最近まで毎年、ほぼ毎年行ってるんですけども、ケニアでの人々のコミュニケーションっていうのは、あのニューヨークで感じたものよりももっと親密度が高かったです。あのケニアだとですね、あの地方に行くとまだ一夫多妻制っていうのが残ってる地域があるんですけども、まあ、僕たちがあの訪問したのはオユギスっていう地方の村なんですけども、 あのこの時にですね、まあ、お邪魔した家もあの一夫多妻制の家族だったんですでこのお宅はあのルオ族っていう民族がいるんですけどもその伝統的な居住形態であるあのダラっていうあの居住形態によって構成されてるんですねで、まあ、これはあの結構広い敷地内に、まあ、5メートル四方ぐらいの小さい建物がいくつも建ってる 状態なんですけどもちょっと写真でお見せします、まあ、こんな感じで、えー、と4つとか5つとかの小さい建物が広い敷地内に建、えー、ってるっていう状態ですでこの建物の一つで、えー、と寝かせてもらうことになったんですけども まあその時にですね、なぜかその家の息子もですね同じベッドの反対側で寝てるんですよね、まあ、あの同じベッドですよ。で、まあ、かなりあの困惑したんですけども、まあ、なんかベッドから出てってくれとも言えないので、まあ、でも,もうしょうがないので寝ちゃったんですけども、その時はですね、なんでだか分かんなかったんですけども、どうも後で話を聞いてみると、 あのゲストとその家の子供っていうのが一緒に寝るっていうのは別に普通のことらしいんですよね。もちろん日本だと家族じゃなきゃ同じベッドに寝ないんですけどあのケニアの伝統的な居住空間だとあのゲストとホストの距離感っていうのが全く違ってすごく距離が短いっていうか狭いんですね。近いか。近いんですね。 でまあ、これ公共空間の話じゃないんですけども人同士の距離感という意味ではあのすごく衝撃を受けた体験です。えっ、ー、と次に、えー、この「WatchMe」っていうプロジェクトとあと「隠れた次元」っていう本の関係性について話をしてみたいと思います。 えと実はこのエドワード・ホールの「隠れた次元」を読んだのは大学生の時なので実は30年近く経ってるんですけども、まあ、すごく印象に残った本でしたで興味を惹かれる歌詞はい、たくさんあったんですけどもあの特に自分が気になったのはです、ね、あの動物や人間が持つ個体間の距離についてです距離ですね でこのハイニ・ヘディガーっていうスイスの動物学者は鳥類とか哺乳類がお互いに一定の物理的な距離を持っているっていうことを発見してそれを距距距距離、えー、臨界距離、個体距離、離臨界個体社会距離に分類したんですねあの今まさに言われているソーシャルディスタンスっていうのはこういった動物学のキーワードから来てると思うんですけどもコールはそれを人間にも当てはめて。 人間にも同じような距離があってそれをあの密接距離個体距離社会距離公衆距離の4つに分類したんです。でこれ簡単に説明するとあの密接距離っていうのは家族や恋人とか親友とか親密な関係にある人々が、えー、とその親密さを表すときに取る距離って言われてます。 これスキンシップもその中に入ると思うんですけどもこの密接距離もですねあの文化によって結構違ってて、えー、と例えば韓国人の女性は仲のいい友達同士で手をつないだりとか腕を組んだりするんですけども日本人の女性にはあまり見られない距離感だと思うんですよねあと次にあの個体距離っていうのはあの人間においてはあの自分と他者の間に 保つ距離のことを指しますで、まあ僕の場合知らない人に対しては立ってる状態だと、まあ、1m ぐらいは距離を取るんじゃないかと思うんですけどもそのなんか無意識的にこう取る距離っていうのがあの個体距離っていうふうに言われてますでそこからもう少しまた広がって社会距離っていうのはあの顔の細かい表情は見て取ることができないし、えー、特別な努力をせずに相手に触れたり 触れようとしたりできないい距離っていうのをてまあホールの意図を、えー、推測するとですね、まあ、大体2 3メートルぐらいなんじゃないかなっていうふうに考えてます。でまたさらに広がるんですけどもあの公衆距離っていうのは、えー、と個人的な談話への義務感とか視線があった時の気まずさがなくなって。 えっと、完全に他人としてお互いを維持できる距離のことと言われています。で同じ空間の中にいるっていう感覚はあるけども、まあ、あまり関わってるっていう感覚はない感じですかね。でこの距離感っていうのはあの東京などの都市部と農村部でもかなり違うと思うんですけども、まあ、文化的な差異があればあるほど大きく変わると思われます。 で例えば日本人が行列を作った場合とあとインド人の行列ではまあ心地よい個体距離っていうのは大きく異なるんですよね。で僕が海外旅行行った時に結構びっくりしたんですけどもあのインド人ってインド人でっていう言い方おかしいかインドの方は並んでる時にほぼ体と体がくっつくぐらいの距離で並んでるんですよ。 でアラブ系の人も個体距離っていうのはかなり近いので、まあ、インドの方に近いんじゃないかなっていう感じはするんですけども、まあ、これ当然あの文化によってその僕たちが取、えー、る個体間の距離っていうのは大きく変わってきます。で、えー、とホールが指摘したのはあの人同士の物理的な距離についてなんですけども。 あの文化によって公共空間の振る舞いに違いが出るっていう点で議論の延長線上にマッチミーってというプロジェクトがあると思いましたなので、えー、とこのマッチミープロジェクトを始めるときにですねもう一度この本を読み返したんですねで各国の文化に対する偏見とか固定観念も実はこの本の中あるので、まあ、賛同できない部分も結構あるんですが実はなんですけども あの文化によってそれぞれの感覚世界に差異が生まれるっていう視点はこの作品の思想的な背景になってたと思います。